景色、これ車中泊の醍醐味だよね。せやね。お散歩、お散歩、お散歩行こう。うん、うわすごい、めっちゃでかい虹。虹、おお、これがバンライフですよ。いつもならへんな。消えてきた。すごい、海岸や。いや、風強みたいな。なんで後ろ向きで下がっていくの。風強い。バッチバチに寒い。寒いな。もうすぐ。港やね。すごい港なんやね、この辺。うわー、でもすごい。何の漁船なんやろ。なあ。これはね、駅前駐車場。うん、あー、遠い。遠い。はい。ほら、駅。あ、じゃあここか。もう像ある。え、なんかすげえなこれ。すごいな、もうこんな一気に始まる感じなんや。像いっぱいやねん。像いっぱいやな。悪魔くん、あ、悪魔くんなんか知ってる。めっちゃかわいい。かわいいなこれ。これが水木しげるローンってことかな。目玉の親父おる。丸毛のアニメで出てたやつ。かわいい。丸毛かわいい。お金これついてるけど、どういうキャラなの。え、あ、お金ついてんね。あ、猫娘。わあ、害虫もかわいい。昨日アニメ見といてよかったな。それ親近感が。何これ、行ってみる。カッパの泉やって。へ、なんかトレビの泉みたいな感じになってんねんけど。あ、そうなん。コインを投げると妖怪パワー、3つ投げるとのんきに暮らせるようになるやつ。のんきに暮らしたい、のんきに暮らしたい。キタロウおしっこしてる。水木しげるロードで初めて見るキタロウがおしっこしててんけど。これ初キタロウやねんけど、もうおしっこしてたわ。ああ、父さん、父さん、父さん。うわー、すごいお腹で、こうやってタオル持って。いや、おるよな、こういうのサウナに。サウナ親父ちゃん。あ、キタロウおる、キタロウ。おしっこしてない。おしっこしてない。ね、姉見てみたい、なんか。あ、なんか茶屋。妖怪グッズがいっぱい。うん、かわいいよね、妖怪グッズ。かわいい。水木しげる夫妻やって。わあ、すごいかわいいね。いいこと書いてんで。人生は終わりよければすべてよし。なるほど。多分ちっちゃい頃もしゲゲゲの鬼太郎見てたらネズミ男嫌なやつやなって思っててんやんか。ああ、でもなんか大人になったら今見たらさ、こいつの判断もすごいよくわかるわ。現実主義というか、長いものに巻かれるというか。そうそう、畳叩きやって。ええー、妖怪。うわ、畳バンバン叩いてくんだよ。なんか妖怪ってさ、何したいんやろみたいな妖怪結構おれへん。あの、小豆洗いみたいな。あ、そう、小豆洗いって。これで洗ってますみたいな。めっちゃね、あのピンポイントみんなね、住み分けできてるわ。お互いの仕事は奪い合わへんみたいなさ。出た、さっき。小豆洗いや。小豆洗いや。害ない。小豆洗い。これ一番なんか鬼太郎っぽいな。ツルツルになってる。ツルツルや、ほんまや。なんか毎晩夜はライトアップされてるみたいね。ここ、そうなん、うん、なんか妖怪グッズ欲しいな。欲しい、わかる。何がいい。ネズミ男。いやいや、目玉親父。目玉親父かわいいな。ちょっと見てみる。うん、かわいい。グッズかわいいね。かわいくない。生まれた時から妖怪だった。怠け者になりなさい。かわいい。渡辺塗り壁商店。ご縁を感じるね。で、超購入。ちょっとじゃあそこで。いや、財布の紐緩んじゃうよ。緩んじゃう。超可愛いんだわ。いや、妖怪グッズ可愛い。じゃん。これ家に飾るやつ。怠け者になりなさい。もうこの言葉がすごくいいと思って。で、大輝くんにもらってたこの秋田犬がいよいよボロボロになってきて、これ新しい猫娘のポーチ。めっちゃ可愛い。と、友達のお土産。このメモパッド。結構イラスト可愛い。可愛いよな。ちょっとデフォルメされてる。うん、爆買い。京都区やってやばいな。ここだってもうみんな触りすぎて今変わってるもん。ほんまや、表情も悪った。そんな行かへんやろな、これ。行ってる行ってる。行ってる、行ってへんやろ、行ってへんやろ、こんな。うわー、これこれ食べたかった。こしあん、みつじ、きゅうりを練り込んだ上生菓子ですやつ。1本400円食べ歩き用。思った。えらい、こっちゃ正確やし、1本買っとこうか。来た。なんかいろいろ遊べるらしい。ちょっと遊ぼう。親父なってる。親父なってるで。いや、親父のイメージ。動くとちょっとお前もあの動かしていかなあかんから、ちょっと大変だけど。あ、こらこらこら、ちょ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 、大君もやる。危ない危ない危ない。あ、一瞬中身出てきた。中身出てきた。父さん、父さん見えてる、これ。来たろ。あ、父さんいる。
たら目逆やし、ほんで髪の毛についた、もうベタベタやな父さんな、食べんで、うん、食べづら、うわ、味は味普通味まあまあ美味しいよね。え、でもあのこうやっていろいろ遊べるのはすごい楽しかったです。ああ楽しい楽しい、うわーうまへん、なんか来たろ猫娘来てる、あー撮りたい、猫娘来てる、お願いしますかわいい、このもんがありがとうございます、ありがとうございます。ネズミ男おんねんけど、しれっと女、普通に歩いてる。あ、振り返してくれた普通に通り過ぎてってけどあ、こうやって歩いてんねんな、面白いな、なんかお疲れさんみたいな感じであ、塗り壁、あ、かわいいね塗り壁、あんなでかいのにさ、うん、めっちゃちっちゃいよな、もっとでかいオブジェにしてあげて塗り壁の良さはもう全くないねあ、猫娘、うわ、お魚食べてる、かわいいな、いや、知らんけどめっちゃ姿勢いい、こう話のネタになるなんかものがいっぱい転がってるからさ、確かにこの妖怪面白いとかな、そうそうそう、ゲゲの鬼太郎も昨日見たばっかりやけど、それでも面白かったで、うん、まあお土産もね買えたし、うん、面白かった、水木しげる記念館とかね、うん、そういうのもあるしね、ほんならじゃああと15分で車が爆発するんでそうなん、うん、早く戻らなきゃはい、じゃあほな、バイバイ、さよなら。